にちょっと時間があって、でしかも美味しそうなパン屋さんを見つけたので行ってきた。なんか三軒茶屋のパン屋のパングワンってところで、これはミルクフランです。すごい美味しそうなの。そう、もう今月パン活無理かなって思ってたのよ。セリカと予定が合う日がなかったから、そう、なかなか合わなかったので難しいかなって思ってたので、ちょっとね、一人でパン活しちゃったんですけど、いただきます。これね、チンした方がいいね。ミルクフランで、本当にシンプルにミルクだけ。練乳味感じるかも。練乳感強い。美味しい。しかもこのパン屋さんすごい安くて、安いっていうかもう結構安く、3個で500円ぐらい。なんかもっとさ、高いところ高いんですけど、このパン屋さんめっちゃ安かったからおすすめです。パン自体は結構固めで、フランスパン系だよ。フランスパン、バケットか、バケット系です。ってことで、また今度食べたいと思う。多分配信終わった後食べたいと思う。よし。あれだね。そう、バケエット、思い出す業なんだけど、サムネイル公演が2日連続2公演ありました。そうなの。そう、たくさんの方が見に来てくれてありがとうございました。きーちゃん卒業公演がもうね、遠い昔の記憶のよう、不思議。そうで、その前の日も、カウントダウン TV の「ライブライブ」さんがあって、で2日間その劇場公演があって、ちょっと今日って感じで、今日はそうレッスンがあって、でレッスンが終わった後にそう今配信しております。鼻かゆい。でさっきまでね、YouTube の編集のやつ見てました。 そう、 YouTube の、編集するんだけど、編集する前になんかどんなこと撮影したっけって思って、そうちょっと撮影したことを見てたんだけど、そう楽しみにしててね。 そう、盛りだくさんの3日間で本当に。で「カウントダウン TV ライブライブ」さんは、そう、イコラブさんとノットイコールミーさんとコラボして3組でやったんだけど、めちゃくちゃ楽しかった。めちゃくちゃ楽しかった。なんか推しの佐々木舞香ちゃんには話しかけられなかったけど、その
リサちゃんには無事話しかけることができて、あとリサちゃんも YouTube いつも見てますって言ってくれて、すごく本当に嬉しかった。めちゃくちゃ可愛くて、写真も撮ってもらって幸せでした。本当に可愛かった。天使だなって思ったよ。でもリサちゃんも私好きなのね。そう、なんかリサちゃんがどんどん垢抜けてる瞬間というか、なんかファンの人に見つかってく瞬間があって、そう、お姫様にしてよって曲とかさ、なんかだんだんリサちゃんがそのイコラブの公式彼女みたいな、リサちゃん可愛いみたいなのがどんどん世に、なんか改めてみんなが気づき始めたらへんよりちょっと前に、あれ可愛いなって思ってたっていう。そう、そしたらその「お姫様にしてよ」って曲でなんかセンターになったりとか、そう、なんかどん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 その人気というか、そう、リサちゃんがどん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 見つかっていく姿を見て、すごいマジで可愛いんですよね。なんかその後も何個かセンター曲があって。そう、全部リサちゃんっぽいんです。マジで好き。そう、「お姫様にしてよ、ほら白板の手渋谷を駆け巡ろうよ、6人を勝ちて眠りにつこう」 大好き。指原さん、それこそそのライブの時見に来られてて、少しお会いしましたよ。少しお会いして、そう、緊張しちゃった。すごい綺麗だった、やっぱり相変わらず。美しかったです。私、ノエビーさんが本当に、楽曲を聴いたことあるぐらい、なんか「メランコリー」とか、ももちゃんのセンター復帰後の初のセンター曲とか、そのももちゃんが急死した話とか、なんかほんとそういうなんか要所要所しか知らなくて、そう、完全に知らないんだよね。あとそう、「まほろばアスタリスク」めっちゃいいよね、大好き。あの曲はそれこそイコラブのイカリングが歌ってて知りましたね。そう、めっちゃいい曲だなと。って言えないアスタリスク、手のひらサイズの小さな恋、マジでなんか切ない、なんかね、切ない曲が指原さん得意なのかな。そう、なんかキュンっていうなんか切ない歌詞が本当になんか素敵なものが多くて、そう、それ「ズルズル」もそうだけどさ、ズルズルとか、手遅れコンフェッションとか、それこそ。あと、拝啓あなた様とか、すごいいいんだよね。拝啓あなた様。合ってるかな？そう、拝啓だっけ？そう、室内曲めっちゃいい曲多くて、そう。あと、指原さんはイコラブに関してなんだけど、お姫様？プリンセスっていう用語をね、手遅れコーションだ 手遅れコンフェッションって言った？ AKB の曲と混ざってるわ。東国警報は聞こえないふりして、ね、そうなんだよ。
拝啓あなた様で合ってる？そう、拝啓あなた様とかめちゃくちゃいいので聞いてみてください。それこそ野口いおりちゃんのソロ曲なんだけど、切ないの、めちゃくちゃ切ないの。あと佐々木舞香ちゃんの「あのマーメイド」、何々マーメイドなんだよね、曲があるんだけど、その曲もめちゃくちゃ切なくていいの。真夜中マーメイドか、切ないよね。そうな、なんか MV がマジで勝ってます。そう、私もあんな MV 撮りたい 私もああいう MV 撮りたいな。ね、そう、なんかね、本当になんかそのプリンセス系を用いることが多くて、そのお姫様で集まってとか、なんか新曲もそうなの、夏マトペって曲とかも、そのお姫様だけで集まって、その王子様には秘密でとか、なんかそういう用語が多くて、お姫様、なんかみんなお姫様みたいな、みんなプリンセスみたいなものが多いの本当に。とか本当に童話を用いたりとか、ズルズルとかもなんかその「白雪姫は木曽を待ってる」とか、そう、なんか多いんですよ、そういう童話、お姫様関連の童話とか、なんかキーワードを用いることが本当に多くて、なんか指原さんのそのね、なんか恋愛観というか、なんか女の子とか、なんかイコラブに対しての印象とかがすごい感じれてね、めちゃくちゃ好き。ね、女性が好きなプリンセスとかやっぱ用いてんのかな。ね、好き。で、食べちゃう。そう、いやでもそう、なんかね、なんか女の子もやっぱ、でもお互いにそうじゃないかな、お互いお互い、なんかやっぱアイドルって女の子でつい憧れちゃうものだったりするし、だからね、お互いいいところあると思うし、お互い違うね、コンセプトだし、あ、シネマも好きです。シネマがそれこそリサちゃんがセンターなんだよ。衣装がめっちゃ合っててね。そうなのー。わあ、もう語り出したら止まらんぜ。止まらんぜ、もう一つ一つの MV ちゃんと語っちゃうぜ。スギちゃんみたいになっちゃった。語っちゃうぜ。うん。で、まあ、で、ノットイコールミーさんはそのなんか、そう、青春って感じのテーマなので、青春のものが多いんですけど、まあ、個人的にハッとさせられたのが、そのセンターのななみちゃんがずっとショートにしたかったらしいんですよ。ずっとショートにしたいって言ってて、で、指原さんはいや、ロングが好きって言ってて、で、なんか何回も何回もなんかショートにしたいんだけど、ショートにしたいんですけどって伝えてたことなんですけど、伝えてたところ、ある楽曲で「ハニカミショート」、「ハニカミショート」、そう「ハニカミショート」で、しかも「ハニカミショート」って楽曲でななみちゃんショートにしたんですよ。ななかちゃんか、ななみちゃんだと思ってた、ななかちゃんショートにしたんですよ。なんかそういうエピソードとかもガチで切ったんだよ。しかもガチで隠してたらしくて、ずっと楽曲披露まで、そう、メンバーにも隠したりとかして、すごいよね、なんかそういうエピソードとかすごい好きで、
いや、そう、なんかそれも裏にはそういうエピソードがあって、で、まあ、今回こういう楽曲で、もうどっちが先なのか分かんないけど、でもその楽曲に合わせてその今までの要望に応えた指原莉乃さんがめちゃくちゃかっこいいなと思って、そう、すごい。ななかちゃんあと歌もめっちゃうまいよね、マジで。なんか声が緑黄色野菜さんの、あの歌ってる方みたいな声してる。オタクなの多分。なんかそういう情報をいろんなところからキャッチして、なんか一人で鑑賞会してんの 語りたい、だからここで語ってる 付き合ってくれてありがとう。緑黄色社会、野菜吸った？ああ、もう物が働いてない。緑黄色社会さん、そう、そんな感じです。あ、そう、私のペンダは白と紫です。そう。ありがとう。ありがとうございます。そう。あと、その、何、カウン、その、それこそフェスでファンになってくれた方とかもいて、すごく嬉しい。嬉しいです。みんなと会えるね、イベントがこれからたくさんあるから、お待ちしてます。なんかリミスタもあるし、あとお話し会とかもまた多分再販ありそうだよね。なんかあるかなって、前回のシングルの感じだとあるかなって思うから、そう、それも待ってるし。そう、いろいろ会う機会たくさんあるのでお待ちしてます。劇場公演もまああとちょっとだけど あとちょっとだけど、そう、お待ちしてます。ファンミは前と、ファンミも前と同じ感じかなとかと思ってるんだけどね、どうなるかなって感じで。握手会とかお話し会もね、再販ありそうだなって感じがしてる。めっちゃ予想、なんかこれまでの感じでいくとあるのかなって感じですね。そう、武道館もね、そうですね。お、金は当たったから行くよって、待ってる、待ってるね。あずきファミやる？ねえ、私もファミやりたいって言ってたんだけどな、春頃。ねえ。まあ、首を長くして待っててください。ぜひぜひ。劇場最近全然当たんない？まあね、なんか千秋楽が近づいてきてるから、みんなね、見に来ようとしてくれてるのかもしれないよね。誕生日単語でいいの？いいの？ハッピーハッピーバースデーの方がなんか明るめだよ、一応。まあ今月はね、ぜひ発表があるので、まあそれも、あ、そうだよ、そうだよ。そう、今月ね、発表することもあるの。そう。そう、だから、楽しみにしてて。結構もう後半はね、そう、まだお話できてない。まだお話できないけど、そう、言いたいこともあったりするので、そう、まあ年末にかけて。気を抜かず 気を抜かず見ててくれたら嬉しいかな いや、でも明るいやつ、明るいやつです。
あー、ハードルを上げないで待ってて ハードルを上げずに待ってて、お願いします。そう、雑誌のね、こと、雑誌も発売されたんですけど、そう、それとは別でまだあるので、えへへ。確かに報告かな。でも個人的には、すごい楽しみにしてたことというかが発表でもあるのかな。かなって感じ。そう、かゆい。だな。でも舞台は今年は難しいかな。ねえ、なんか大学が結構もう今年頑張ったら卒業できるので 無事卒業できそうなので、そう、とりあえず単位しとこう、第一目標に。もう後半はやっていきたいと思います。頑張る。だから舞台難しそう。あ、でハロウィンの衣装はね、ポケモン系にしようかと思いまして。でも正直悩んでる。もうポケモンだったらつなぎになっちゃうのよ。ねえ、なんかちょっとさ、もうちょっとアイドルっぽくもなりたいなと思って。そう、ねえ、でもヌオーのね、着ぐるみ見たことないんだよね。なんかでもポケモンにしたいけど、でもそう、もうちょっとなんか可愛い感じ欲しいなと思って、なんかいいものを探し中今。そう、探してる。そう、ポケモン系にするか否か本当に悩んでる。なんかポケモン関連でその可愛い感じ、つなぎ以外のものがあればそれもいいなとか思うんだけど、そう、ちょっと悩むよねって感じですね。悩む悩む、本当に。ね、そんな感じです。あ、ミュウツー ミュウツーだったら私まんまでいいかな。ミュウだもん。でもさ、私がポケモンで行く場合ってみんなポケモンでしょ？なんかそれも、その例も見たいなって思っちゃって。なんかそんな例も絶対可愛いじゃん。なんか例が可愛いじゃん。だからそれもいいなと思うんだけど、悩む。それかさ、ポケモントレーナーの仮装して、あ、ポケモントレーナーの服着たらいけるんじゃない？ポケモントレーナーの服着て、ファンの方にポケモンになってもらって、ゲットしていくのとかどう？どうどうどう？逆に私をゲットしたい？ どっち？ どっちがいい？あ、ジェラピケのやつね。え、もう発売そろそろだよね。今月末とか？え、男装じゃない、可愛いやつ。可愛い女の人のトレーナーさんの服着るの。ええー、そう、昨日初めてポケモンセンター。ねえ、ありがとう。ありがとう。ちょっとボールガチで投げたらね、ダメだけど、そう、エアーゲット。おじさん？おじさん、みんなサトシ。
藤沢美奈聡で。楽しそう。それか博士。女の子は、え、本当にこれで決めちゃう？ガチで探さないとや。え、でも、ま、ちょっと待ってて、ちょっと待っててね、ちょっと待っててほしい。ちょっとちょっとキープ。女の子はね、あのみんなピカチュウ。女の子はみんなピカチュウで、おじさんは博士かサトシ。あ、たけしでもいいよ。あ、短パン小僧もあり。全然いいよ、短パン小僧。短パン小僧もっとよく出てくるよね。やばい、コーラ背負ってくる人いる。わー、うん、とりあえずなんか着て。なんか着てきて、まあね、またショールームで近況報告します。こんな感じにしたよって。マジ探そう。うん、あと何があった？劇場公演もそうだよね。そう、卒業、きいちゃんの卒業があって、愛ちゃんが久しぶりに、久しぶりっていうか初めてサムネイル公演出演して、で次の日、昨日は日向が1年ぶりのサムネイル公演で、そうで、カレンちゃんが通常公演が昨日がラストだったんですよね。そう、今日ね、あの20時までやる。体調が本当にね、元気だったんだよね私。でもなんか、2公演ある場合、1公演目と2公演目の間に、睡眠をとるんですよ。睡眠とるから、だから元気だったのかもしれない。絶対お昼寝してたの本当に。30分とか寝て 2公演目臨んでたのね。でも私的にはそっちの方がめちゃくちゃ良くて、なんか1公演目と同じ気持ちで2公演目もできるんだよね。なんか1公演目やって、でなんか1回ね寝て、なんかリセットして、記憶とかもリセットして、よし、まあこれから本日初めての公演だぐらいの気持ちで臨めるから、めちゃくちゃ良かった。だから元気だったのかも。うん、石の上で寝てたら体痛くならない。ならない、ならないの。なんかね、すごいんだよね。上にかける毛布もあるし、枕もあるから。だからその両方やって寝るんだけど、本当に心地よくて、ずっとそこにいたくなるんだよね。筋肉痛も大丈夫。どこも何も痛くない、本当に。うん、なるに寝てるとこを取られるかもやけど、私もなるのを取ります。それこそ今日なると一緒にね、かき氷食べたんだよ、レッスン終わり。うん、布団をかぶって取る、うん、
そう、布団を覆ってても取ります。目には目を、歯には歯を。イチジク食べた、イチジク。私身体丈夫ですね。丈夫なんだけど、あと日々睡眠大事にしてる人なので、結構負けないです。そう、なんか毎日絶対睡眠は取るようにしてて、そう、どんなに疲れてても絶対に寝るようにしてるから。あ、いや違う 疲れてたら寝るの普通だよね。そう、どんなに時間がなくても絶対に睡眠だけは確保してるので、私睡眠ないとダメなので、そうだから元気なんだと思う。ポケモンスリープできるだけしてる。竹丸、どうもありがとうございます。私の定位置をは私も結構上手の、本当になると同じらへんのところが私も好きなんですよ。好きで、それこそ多分1日目、そのなるが寝てたところに私寝てたんだよね多分。で2日目はなるが先に寝てたので、その一番上手の一番後ろの座る席のところで寝たかな。前から1列目から数えると6列目とか、6列目の椅子のところで2日目は寝た。1日目はそう、一番後ろから1つ前らへん寝てました。そこらへんが好きです。あ、マホリン、マホリン今日誕生日じゃん。ありがとう、私にもプレゼント ありがとうございます。ありがたわです。マホリンハッピーバースデー そう、でも劇場でも少しね話せてね。そう、なんかめっちゃ私のファンの方、今月の誕生日多い 今月の誕生日が多い、特に女性なんかすごい多いんだよね、ここ2日間。それこそ劇場の2日間のタイミングで「誕生日です」とか、なんかそれこそ明後日誕生日とか、今日誕生日とか、なんかすごいね、一昨日と昨日誕生日の人がすごく多かったんだよね。だから何かご縁があるのかなって 9月生まれの方に縁があるんだなって思っちゃった。すごいね、9月生まれの人と相性いいのかも。え、すごい。あ、先月だったって。いやでもほんと9月の人がたまたま重なっててびっくりしただけなので、そう、こんなに重なること多いんだって思って、そう、お祝いできてよかった。ねえ、誕生日の日にほんと劇場公演私が出てたらいいんだけどね。そう、なかなかタイミングがね。私も4月だからまだまだ先だ。
9月生まれやっぱ多い？そんなもん？ まあたまたま重なってただけなので、そんなこともあるんだなぁと。ねえ、誕生日にやっぱ公園あるといいよね。私も今年の誕生日すごい幸せだった。いろいろ公園たくさん出て、怒涛の公園三昧だった。3日連続とかで公園出たんですけど、全部違う演目で、そう、楽しかった。誕生日付近か、そう、みんなにも祝ってもらえて嬉しかったです。いや、そうなんだよ。あ、ミューカルやろっかな、そろそろ。今何時何分？メンバーも輪投げやってるの？って。メンバーは輪投げやってないよ。みんな輪投げすごい上手だよね。上達してない？みんなすごい。上手になってる感、すごい感じます。よし、じゃあ何か歌いましょうかね。歌いましょうかね。あ、夢下もしくん楽しみにしてるよ。輪投げ？何歌おっかな、何がいいかな。今日どんな話したっけ。劇場公演の話したね。 そう、輪投げでね、みんな輪投げ練習してるよね、家でも多分ね。 そう、それこそファンの方にね聞いて、手作りした輪投げで練習してますって人とか、買った人とかいろいろいて、みんなもプロだなと思って。どうする、次けん玉とかになったら、けん玉買って練習する？ ねえ、ネオネカマンメイドとか歌えないので、そう、クラブさんの曲はね、まだね、歌えなさそうなので、劇場の公演曲歌おうかな。あ、これじゃない？それでは聴いてください。憧れのポップスター。
ハイスクールで憧れてたアイスホッケーの先輩以来よ。ライブの時は最前列で黄色い風失神しそう。現実的なボーイフレンドより声もルックスも全てが完璧なの。素敵なポップスター、その仕草がセクシー、みんなが泣いばる人気者なの。素敵なポップスター、トップ10入りしたご機嫌ミュージック。いつかどっかで出会って、あなたと付き合える気がする。一人じめはできない、みんなのラバー分かってるけど、あなたはポップスター、ファンの一人でいいの。コーチを見てよ、 CD ジャケットの中ハートがウィンクしたようで、芸者公演でめちゃくちゃやってたな、めっちゃ懐かしい。ウィンク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 。あといい感じの曲ないかな。がいびつな真珠懐かしい、目撃者懐かしいな、やっぱ。何がいいかな。今日までのメロディーって誰の卒業公演曲だったっけ。空に手が届くか、かかとを上げてみようか、うん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 、先よりも少し近くなるかも。最後にアイスミルクを飲んだのはいつだろう。聞いてたな。あ、ささめきリグレット。朝秋まではアイスティー、ダナナ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 、さよならさよ。お風呂入りたい早く。ということでシャワーの圧だからにしようかな。どうしよう。シンデレラは騙されないって初めて聞いた。俺真夜
中零時の街は、え、わかんない、なんか自分たちの声に限って聞いたことある気がする。なんかこう見ると本当に知らない曲結構あるかも。実は聞いたことあるみたいな感じなのかな。じゃあ、すべては途中経過を歌いたいと思います。それでは聞いてください。すべては途中経過、これで最後。Got it.
ということでありがとうございました。じゃあランキング発表に行きたいと思います。じゃあ13位からいくね。13位がウィンザー、13位おめでとうございます。そして12位が、ふっちゃん、12位おめでとうございます。そして11位がスナカビリーさん、11位おめでとうございます。そして10位がリムさん、10位おめでとうございます。そしてで9位が MK さん、9位おめでとうございます。あ、スネークさんか、11位がスネークさんで、8位がヌーコッパパルイチュカヨン。そして7位がミホさん、7位おめでとうございます。そして6位がバディさん、6位おめでとうございます。で5位がかがく先生、5位おめでとうございます。で4位がザゼロさん、サウイチュカエヨで3位がエニョッキさん、あれ、オイかがく先生って言ったっけ、オビカ先生、カムサムダー。で3位がエニョッキー、3位おめでとうございます。マホリンの友達で、2位がマホリン、誕生日おめでとうございます。ハッパースデイトゥユー、ハッパースデイトゥユー、ハッパースデイディアマホリン、ハッパースデイトゥユー、おめでとうございます。はい、で1位が竹丸、1位おめでとうございます。ありがとう。はい、ということで、そうバディさんがね初めてだったということで、はじめまして。じゃあ14位から読んでいきます。柳、大粒ちゃん、ローソンジさん、ウィンド 4B さん、ヒロジ、ひよこさん、BJ さん、ヘギョンニ、ケンシンさん、テオネオさん、ピーシアさん、アスランヒデちゃん、和田さん、フロストさん、鉄道好きコナンさん、ゴールド888さん、ピーヌシーさん、トシージャケンさん、ジャリングさん、PTY さん、ヤマちゃん、ヒデジロさん、ヤマハさん、サトリ、プレシ、ウィンパディさん、ヒヨパンさん、ノブさん、イムさん、カトビービーさん、ファニン、ユッタン、アリテチ、ヨオンニ、ガスコインさん、ホイホイ、チューシン、ナンナ48さん、シホコ、タックン、M、ネコワイ、ドクタケ、タカハシ、ミューリンインフルエンザさん、おーちゃん、チキン、リックス、行政ウシタさん、すみれちゃん、リンチャノシーさん、なっちゃん、行政ウシタツーさん、ビッグママさん、あやかんちゃん、エイトくん、ゆうとし、まいさん、ひてんなま、みゆりぶ、チェンジ DC、ぐるぐるさん、ほわんさん、カラニピースさん、オスワルドさん、ファイトさん、ゆきびかりさん、きそうさん、さの、えーちゃん、こうちゃん、ドナトリミュードンさん、ボビー、あゆ、YK さん、ヨークマ、メタルピーチさん、サイクロンマグナムさん、みずき、デコデコ、ポングポングさん、情報技術研さん、パラングスさん、スタンリー氏、スリエスさん、ジュンヤ、まつぐさん、はい、100位まで読みました。ありがとうございました。ありがとう。ということでスクショタイム、スクショタイムするよ。はい、チーズ。うん、はい、チーズ。はい、オッケー。あ、ちょっと待って。うん、チーズ。はい、オッケー。はい、皆さんありがとうございました。今日は配信見てくれて、すごい9000人ぐらいの方が、9000人見に来てくれた？みんな。ありがとうございます。じゃあ。うん、よかった。よし、じゃあまた配信するね。
見に来てくれてありがとう。歌うね。優しく切るね。じゃあまたね。おやすみ。だねー。